ゴスキヤでございます。あ、これね、お気に入りのオーダールの木島氏にもらったピックなんだけど、これすっごい使いやすくてすっごい気に入ってたんだけど、こればっかり使ってたからすぐ減っちゃってさ、同じのが欲しいです。今度おねだりしよう。さてさて、あのね、ツイッターのライブちょこっとやって遊んでました。これ縫うのにさ、ひたすら縫うのってね、黙って縫っててもいいんだけど、なんかやりたくなるじゃない。これこういうこのここを切るときにさ、こう狙いやすくていいよね。この曲がってる刃のやつはね。スプリングシザースでございます。今日はね、あの縫い穴を締めるってやつやりましょうか。なんかもうネタねえかななんていつも思ってんだけど、何も考えず作業してると、あ、これやるべ、あ、これやるべって思いつくんだよね。まあ繰り返しになるものもあるんだけど、そこら辺はご容赦くださいませ。あのミシンの糸はね、僕あのマイペンアルファってやつで切るんだけど、手縫いのやつはこうやって止めてますね。でこれライターでやるのって、遠くでおっかなびっくりやると焦げる。あの近くで一気にガバッと当ててピッて押し合う、これが一番あの焦げないし確実だし、何枚も連続でやってるとちょっと熱くなったりもするけど、一番確実だよね。よし。で、あのさ、どこ行った？あったあった。こういうね、これはね、ちょっと平らすぎるんだよね。少し R が、ほんのちょっとでもいいから R があってほしい。僕はね。まあ削って自分で平らにすればいいんだけど、いけねえ。これが、よいしょ。後でやれよって。いや、これね、後でやって忘れるのが嫌なんですよ、私は。見つけたときはその場で対処。何言ってね、これ、両面テープついたところをさ、切り通すとあのベタベタが残るじゃん。だから針もそうなんだけど、使い終わった後、僕はこのオレンジのオイルのやつで拭き取ってきます。なんかベタベタがずっとついてていいことないじゃんね、刃物に。本当はね、椿油かなんかでやっとくのがいいのかもしれないけどね。まあ年中使うものなんで、これで長期保存するものでもないんでいいんですけど、はい。この縫い目をさ、叩くんだけど、どうだろう、これアップで撮るとき難しいんだよね、スマホだと。こことさ、ここ全然違うと思いません？こっち叩いたところと叩いてないところ。もうちょっとちゃんとやろうか。まあ、ゴム半でもいいんだよ。ほら、穴が大きいでしょ。でちょっと小刃がうねうねしてるよね。それが穴が小さくなって、スパッとこう、ここのね、縁に入れたところがスパッとシャープになってるでしょ。こっちの方がまあ気をつかないです。強く叩けるからね。こう比べるとわかるかな。違いますよね。そう、これこうやって入れるとビシッと決まるのが、このユーフェンのポリブレードの糸の良さだとも思うんだけど、これがさ、かっこいいじゃん、こうやつの方が。でこれじゃなくて、なんかちょうど良さげなやつがね、シクスティレザーさんがこの間ちょこっとさ、画像を上げてたんだけど、先端がダマスカスのやつ。ダマスカスって、これはね、ヨネちゃんからくすねたやつ。ほら、こういう模様がか
こいいじゃん、こういううねうねしてるやつ。ダマスカスでできたあのハンマーヘッドのやつがあってさ、ああいうのでこう何ね、このトン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 なんてやるとちょっとかっこいいじゃん。かっこいい云々じゃねえんだけど、いやでもかっこいいは大事だと思う、うん、誰が見てるわけでもないけどかっこいいは大事。かっこいいなと思うものをさ作るんだったらさ、道具とかこの仕草もかっこいいじゃんと思う方がいい。いいじゃんやっぱり、かっこいいで満たしたいじゃん。っていうか俺がね、俺が人間としてどうなのって、かっこいいかねえんだけど全然。このビジュアル的にも、ええ年越えたおっさんだし。違うでしょ。まあね、あの金属のハンマーは、まあこういうのもそうだし、いろいろ使うとこあるんですよ。ちょいちょいね。あのファスナーかすめたりとかさ、ああいうのゴムハンじゃダメだからね。あれかっちょいいなーと思ってます。密かに狙っております。さてと、そろそろいい時間なので今日は上がろうかななんて思ってますよって言いながら、次のに手つけちゃうとさ、またこれがね、キリが悪いだなんだってなるんですけど、ここまでと決めたらそこまでにしないと、この革の仕事ってエンドレスなんだよね。でもね、あの長く続けるコツじゃないけど、あのぴったり切りがいいところで終わらない、わざとあえて終わらせないっていうのも一つの、なんだろうな、飽きないで長く続けるコツっていうのかな、そんな気が僕はしてるんです。前もね、これどっかで言ったことがあるんだけど、ぴったりさ、やりきったーの、そこで終わっちゃうとさ、なんていうのかな、次にスタートするときスタートしづらくないですか。あのまあ、もうそんな燃え尽きるほど大きなロットのね、大変な仕事をだったらそれはまた別なのかもしれないけど、なんかちょこっとやりかけて一日終えると、なんかちょっと気になってるじゃん、頭の中で。次はここからだっけ、どっからだっけとか、その状態の方がね、すんなり仕事に入れる。グダグダ言ってねえで、何も考えずスッと仕事に入れるじゃん。ちょこっとなんか残ってる方が、何でもそうなんだよねって僕は思います。これはね、タイプなんでね、みんながそうだとは思わないし、気持ちのいいところまで終わる、やって終わりたいっていう人も多いでしょう、うん、明らかに中途半端な、例えばボンド塗りっぱなしで乾いちゃうようなところで終わるのはダメですよ。こんなんもね、先にちょっと折り癖つけておくと、接着して次に縫う時が楽やつかな。はい、ボンドは M13。 ちょっと硬いかな。ここまでやったならあと全部塗っちゃえよとか、そういうところで止めたりしますね、僕は。そう、この状態で終わることはないけどね。あぶねえ、ちょっと焦った。念を入れた方側に俺ボンド塗っちゃったと思った今。
まあ、ね、縫った穴を閉めるっていう動画のタイトルだけど、あっという間に終わっちゃったんで、またダラダラと長いこと続いちゃっておりますが、そうそう、もう解禁していいのかしら。まあ画像出さないからいいやね。画像出さないからいいんだけど、ちょっとね、国内でまだ見てないあれがありますよ。やっとこ。やっとこないのっていう。やっとこ入らないのっていう、お問い合わせいただきましたけど、やっとこ入りますよ。レザークランプって名前なんですけどね。今までもね、大変好評いただいてる、アーミーロックのやつもあるんだけど、それはもうすぐ入るんだけど、それまた別のやつね、別のもうちょっと違うタイプのやつが入ります。いつものように半分は乾いてから、半分は塗ったばっかりで合わせて圧着。ああ、そんでこの、そう、ヘラで塗りたいっていうお話もいただいたんですね。このハケだとうまく塗れないと。でヘラだと薄く引っ張るからすぐ乾いちゃうと。だからなんとかならんのっていう、まあ、僕は試したことがないんで、これの専用の溶剤は結構揮発性が高い溶剤なんですよ。だからちょっと揮発性がこれそれよりは劣る、トルエンとかヘキサンとかでやったらどうなのかな、でも試したことないから分かんないよっていうお話をさせていただいたんだけど、それよかハケになれる方がいいんじゃないって、僕はそれが第一番の答えでございました。あれで使うときはね、プライマーとして使うときは割と、なんていうのかな、薄く伸ばしたいんで、この M13 をヘラでスーッと伸ばしますけど、適度なこの厚みになるぐらいの濃度。だからハケで使う場合はあれだよね、硬かったらボテッとついちゃうし、薄かったらシャバシャバだし、このね、だから僕結構濃度にこだわってるんですよ。よく濃度のこと言ってるじゃないですかね。ちょっと濃かったりすると、こう、このこれをちょっとこっちに入れてね、薄めたりとかして使っております。しょ、そう、今度来るタイプのね、これを使ってる人見たことが、自分以外で見たことがないんだけど、これ板金用のつまみなんだっけ、なんとかって言うんだけど、この感じだよね。で全然こんな、いかにも工業用って感じじゃないです。もっとかっちょいい。これも最近使ってないから錆びてきちゃったね。いかんいかんってやつだけど、もしそれがゲットできたらっていうか、最初のうちはあれだろうな、また自分用に下ろすのちょっと気が引けるだろうなと思うんだけど、自分用にゲットできたら、これは誰かにプレゼントしちゃおうかしらみたいな感じです。使いやすいですけどね、専用じゃないですけど。本当ね、道具ももうこれ以上増やせないんですよね。一つ新しい道具が入ったら、一つ新しい工具は断捨離しないとっていう、あ、両方塗っちゃった。まあいいか。
もう乾いてない、この辺ね。こっちの方が長くなっちゃったね。もうこの M13 ボンドってあれですよね、もう売り出しが結構経つんで、あのリピートいただいてますよね、結構ね。で、なんつうんだろう、ん、よいしょ、リピートはいただいておりますが、あのね、溶剤とかも自分の容量っていうかね、自分の使い方だとこのこれの方がいいとか、あの溶剤だけ後から買い足していただいたりとかね、そんなんがございます。はい、まただらだらと長くなっちゃうけど、今日はこんなとこにしましょう。じゃあね。